皆さんこんにちは、トコボウッドです。子供用の椅子の作り方ダイジェストにまとめてみました。ご覧ください。点になるように手押しカンナで平面を出して大まかにカットしていきます。長さと幅を調整していきますが、後でつくラフカットしておく。一つの面を平面に整えます。しておくと後のサンディングが楽です。好きなサイズに幅を調整しています。取り代は厚みは4面すべてが、足をこのように少しハの字にしていきますので、そしてい つも通りストップブロックを置いて、5度にカットしてある端っこをストップブロックに当て、その反対側を切ります。この時切れたオフカットはで端っこ、断面ハの字が出来上がります。つけておけば、押せば、しますし、やはりカンナで削った面は確実です。角を取っておきます。今回は子供も触りますので R をつけています。全貌が見えてきたと思うんですが、このようにこれをここに置いて、そうするとここが平行で軽く締めます。何度か確かめます。でこれ離してみて、ここがちゃんこの線には合わせないんですけど、どうかでもこうやって自立している状態です。特に問題なければテーブルソーの上の方が楽かなと思います。のでこちらから組み立てていきます。で例によってこういうふうに入りやすいので、まだ締めてない側をこう足を開いてやって、こちら側を締めていきます。オッケー。ここに R をつけたりだとか、ここにももうちょっと大きめの R をつけようと思ってます。さあ加工をしていきますけども、この刃が90度からこちら側に 3.4 度ほど傾けてあります。今からこの座面の斜めになったテーパーになった部分と平面の部分のこの段差をなくしていきます。かなと思います。うまくいくかどうか分かりませんけど、やってみましょう。
ペーパーに切り替えていきます。綺麗につながってるような、ちょっとこの R はまた直しますけど、では塗っていきます。いかがだったでしょうか。今日は子供用の椅子の作り方をダイジェスト版にしてお送りしました。前編と後編ではより詳細に作り方を解説していますので、自分で作ってみようと思われる方はぜひご覧ください。この動画気に入っていただけた方、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。